今日午前6時50分ごろ、十勝の浦幌町北町で事業所の車庫が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、車庫を焼き、隣接する特別養護老人ホームの窓ガラスが割れるなどしたということです。怪我人はいませんでした。警察によりますと、当時車庫は無人の状態で、車が複数台あったほかは暖房設備などはなかったとみられています。付近にいた人が爆発音を聞いていたということで、警察と消防が火が出た原因を詳しく調べています。